ド？綺麗な人、グラマーです。あら、セシルさん、ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。そのいきなりごめん。先に連絡すればよかったかな。セシルね。やっと会えたわね。お帰りなさい。本当に久しぶりね、ロイド。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それよりさすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。背もこんなに高くなって。前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。そりゃ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか想像以上に甘々ですね。おのれロイド、あんな素敵なお姉さんを。はじめまして、セシル・ノイエスと言います。どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。私ったら慌てんぼうね。てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の一人か二人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。ごめんなさい、悪いことをしちゃったわね。あのねそれでどっちと付き合ってるの？エリーさん、ティオちゃん、それとも二人いっぺんにとか。だから違うってば。もしかしてそこの彼と。私もそういうのには理解のある姉でいたいから、全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵だ。